分です。今日は榛名湖の外輪山を歩いていきたいと思います。まずは榛名公園ビジターセンターから榛名富士を目指していきたいと思います。それでは出発します。現在地、こちらのビジターセンターになりまして、まずは榛名富士を目指します。その後は榛名湖をぐるーっと回りまして、硯岩を行きまして加門ヶ岳に登っていきます。その後は天神峠、氷室山、天目山と七曲峠を得て、またビジターセンターに戻ってこようと思ってます。榛名富士登山口、頑張っていきましょう。こちらに見えるのが榛名富士です。紅葉が綺麗です。ネックウォーマーを暑かったんでポケットに入れてたんですけど、ちょっと落としちゃったみたいなんですよね。ちょっとだけ戻ってます。なければ、ちょっと戻ってなければ、もう諦めます。ちょっと下がってます。もったいないけど、このあれがあるとね、全然暖かさが違うんですよね。ポケットとかにやっぱり入れるのダメですね。落としちゃったりしますね。もったいないけど、ちょっとだけ戻ろう。よいしょ。ないな、見えない。グレーのなんあったよかった、結構戻ったけど。今ここでリュックに入れます。よかった、ありました。パチ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 。もう少しで榛名富士の山頂ですかね。ロープウェイの乗り口が見えてますね。よいしょ。榛名富士山頂駅です。榛名富士山頂目指していきます。富士山神社です。榛名富士山頂です。榛名富士三角点、どっち？それでは榛名富士を出発します。あ、どうぞ。すいません、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。じゃあな、じゃあな、頑張って。じゃあな、じゃあな、頑張って。あんなちびっこも榛名富士登るんですね。一生懸命みんな登ってて可愛かったです。榛名富士登山口まで来ました。それでは榛名湖の周りを歩いていきましょう。烏帽子ヶ岳ですね。紅葉で赤くなっててかっこいいです。真っ赤に染まってます。榛名富士かっこいいですね。紅葉してて素敵です。あちらがこれからと登る天目山と氷室山ですね。それでは歩いてきます。今目指している加門ヶ岳です。あちらに登っていきたいと思います。富山。それではここから加門ヶ岳登山です。まず硯岩に向かいましょう。現在地ここですね。まず硯岩に向かいます。硯岩から
家紋ヶ岳に向かいます。その後はこのように下ってきて、こちらの氷室山天目山と向かっていきます。ここから家紋ヶ岳まで 1.2km です。頑張っていきましょう。すずり岩まで 100m だそうなので、頑張っていきましょう。すずり岩はすごい絶景。今日はトップバリューのミネラルで栄養補給していきます。それでは休憩もしたので、すずり岩を出発したいと思います。先ほどの分岐のところまで戻ってきました。それでは家紋ヶ岳目指していきます。先ほどからずっとこのような階段を登っているところです。家紋ヶ岳あと 200m です。頑張って向かっていきましょう。湖畔が綺麗ですね。家紋ヶ岳到着しました。 1449m。 最高。それでは家紋ヶ岳出発したいと思います。先ほどの眺望の良い場所まで戻ってきました。これから氷室山天目山と登っていきたいと思います。今この岩を下ってきたんですが、登るのも結構大変そうですよね。下りも結構大変でした。とても下りが大変でしたね。昨日雨降ったんで土もぬかるんでて、葉っぱも濡れてて何回も転んでしまいました。ずんまちゃんと記念撮影です。天神峠ですね。天神峠です。関東ふれあいの道、現在地ちょっと消えてますけど、こちらですね。こちらから氷室山天目山向かって、七曲り峠を曲がってビジターセンターの方に戻ってきます。氷室山300m です。これ行きます。よいしょ。あちらに見えてるのが烏帽子ヶ岳です。かっこいいですよね。こう階段を作ってもらってるみたいですね。よいしょ。長いですよねこれ、すごい長い。氷室山到着しました。 1236m です。ちょうど烏帽子ヶ岳が綺麗に見えてます。それでは天目山目指していきます。またもや階段です。どこまであんだ。天目山までの最後の階段ですかね。最後の階段であってほしいです。あそこがなんか頂上のような平たいようにも見えるけど、天目山到着しました。あと三角点です。タッチ。では天目山を出発したいと思います。バイバイ。今日は榛名湖の外輪山を歩いてきました。ビジターセンターからまず榛名富士を目指しました。初っ端でね、ネックウォーマー落としてしまいまして、戻るかどうか迷ったんですけど、でも
綺麗です。ちょっとロスしてしまいましたが、まああってよかったです。ハウナ富士からの眺望はとても良かったですよね。ロープウェイ側の展望台と、あと山頂の方ですね。ハウナ富士の下山途中、ちびっこにも会いましたね。とても賑やかで可愛かったです。ハウナ富士から家紋ヶ岳行く途中は、ハウナ湖の周りを歩いていきました。その途中なんですけれども、アスファルトで派手に転んでしまったんです。で、結構気に入ってたんですけど、このズボンちょっと穴開いてしまいました。ショップでもう転んだ時は痛いってうずくまって端っこにいたんですけど、まあどうにかそこから立て直して、紅葉を見ながら家紋ヶ岳の登山口に向かいました。家紋ヶ岳登山口から硯岩に向かったんですが、硯岩はすごいですね。絶景ですね。あれはテンション上がりますね。あちらで少し休憩をしてから家紋ヶ岳に向かいました。家紋ヶ岳からの眺望も最高ですね。九門ヶ岳とかも見えてとても景色が良かったです。家紋ヶ岳の下山なんですけれども、そこで何回か転びました。もうちょっとその時はそのまま湖畔を歩いて帰ろうかとも思ったぐらいなんですけど、でも氷室山と天目山行きたいなと思ったんで頑張って登りました。氷室山は結構階段なんですけど急登ですね。氷室山からも榛名湖と外輪山が見えてとても美しい景色でした。天目山からは榛名湖は見えないんですけれども、紅葉の素晴らしい山が見えてとてもいい山歩きができました。また楽しい山歩きをしていきたいなと思っております。最後まで見ていただきありがとうございました。2021年9月26日榛名湖マラソンあったんですね。いいですね。走るのもいいな。ビジターセンター到着しました。